はい、皆さんこんにちは。カタリールームのカタリーです。今から始めるドラクエ10、続きをやっていきたいと思います。実はですね、今回で、今から始めるドラクエ10のナンバリングが100ぴったりね、100になります。それでサブキャラをね、作っていこうと思いまして、今キャラ作成が終わったところなんですね。で、最初のシナリオ、オフラインのシナリオだと思うんですけども、スキップできますっていうので、ちょっとスキップしてね、他の種族に生まれ変わるところからゲームを始めていきたいと思います。それでは行ってみましょう。あ、なんか懐かしいっていう感じがしますね。そう、新しいねキャラの名前はヒロノさんですね。ヒロノになります。そっか、肉体がなくなっちゃったところからですね。ある程度オンラインやってからこれを改めて見ると、なんかいろいろと分かりますね。初めてやった時はね、なんかわけ分かんなくて、なんでこんな形のがいるのかなとか思ってたんですけども、なるほどなるほどという感じですね。動かせんのかな。あ、動かせますね。それで生まれ変わりたいのは、あ、これなんか左右逆だな、動き方は。これって何の種族かな。お、いいですね。エルフになろうと思っております。ではね、もう迷わずエルフに決めたいと思います。おお、大きさ大きめ、小さめ、普通、肌の色、髪型、なんかだいぶ違いますね、髪型がね。ここでキャラ作成しなきゃいけないっていうのは忘れてましたよ。思った髪型がないぞ。この場合どうしたらいいですかね。人間に戻るまで我慢するしかないのか。これにしましょう。髪の色、輪郭、顔、うわ、目がよくわかんねえぞこれ。ちょっと髪型を目のわかる髪型に一時的にします。したと思うんだよな、人間の時が。で、目の色、これでいいっすか。なんかちっちゃいな。まあいいかな、こんな感じで。いかがでしょう。
ちょっとね、人間の時のヒロノさんに似せてみました。でね、これ迷っちゃうんですよ。この前ちょっとね、旅芸人やっていて、なかなか使えるんですよね。いいなっていうのもあって、かつね、前が舞踏家で始めてるので、ちょっと魔法系をねやりたいなと思ってんですけど、僧侶もね結構冒険の要なんで、僧侶もいいなと思いつつ、で魔法使いもね、魔法使いちょっと序盤きつそうですけどね。で今回のキャラは全てね、全てサポートメンバーのみでやっていこうと考えております。なのでぜひね、フレンド登録よろしくお願いします。お強い方ぜひぜひお願いします。でちょっとね、ヒロノさんじゃなくて、なんだっけ、バラルさんが職業が、何でしたっけ、裁縫をやっておりまして、その関係で今度ね、錬金の職業をさせたいんですよね。そういうのもありまして、そっちの錬金職業をメインにしながら、まあところどころね、冒険も撮影していきたいと思っておりまして、でその冒険は全てサポートでやっていこうと思ってるんですね。なので旅芸人っていうのもいいんですが、どうしようかな。で戦士系の方はね、サポートで入れていこうと思っておりまして、魔法使いっちゃおうかな。僧侶はね、おそらくサポートメンバーの方が安定すると思うんで、自分で僧侶やってもいいんですけども、魔法使いか旅芸人だな、どっちにしようかな。旅芸人も使えんだよな、悩ましいとこだな。ここはね、ちょっとまだ決めてなかったんですよね。で魔法使いはね、今までサポートメンバーでもほとんど入れたことがないんです。なのでどういう動きをするのかもね、ちょっとよく分かっていなくて、魔法使いっちゃおうかな。魔法使いいきますかね。いきましょう、魔法使い。ちょっと冒険だな、魔法使いって。今作ったからね。なんか新しい冒険が始まるっていう感じですね。以前どういうふうに自分でコメントしたのか全く覚えてませんけども、今回ね、男のキャラにしようかなっていう思いもあったんですが、いろいろ裏の都合もありまして、ヒロノという名前に決めさせていただきました。エルフになったのはね、完全な好みです。まあ、ドワーフとかね、全く違うキャラっていうのもね、面白いかなとは思ったんですが、おお、機動ランチャーへ戻りますか。はい、おお、なるほど。まあということでね、今回第1回はこれでいいかな。まあ今から始めるドラクエ10のナンバリング100を記念しまして、サブキャラクターを作るという動画でした。またね、このサブキャラの、
内容についてはね、後日アップしていきますので、まあ、バダルさんとともにヒロノさんも今後ともよろしくお願いしたいと思います。またね、フレンド登録できるように、概要のところとかにね、ID と名前と書いておきますので、フレンド登録ぜひぜひよろしくお願いいたします。ヒロノさんの冒険はサポートメンバーにすべてがかかっておりますので、できればね、お強い方から募集しております。まあ同レベルの方もね、ぜひフレンド登録お願いできたらと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。それではね、最後まで見ていただきましてありがとうございました。